ヤッスン TV 始まるよ。はい、どうも皆さんこんにちは、ヤッスンです。今日はね、僕の最寄りの駅稲荷駅からお届けしています。はい、初めてのね実況動画をちょっとね作ってみようかなと思って頑張ってるんですけども、はい、今から乗る電車はこの6時48分橋という駅でございます。稲荷駅工事中ですね。はいはい、どこに向かっていくかというと、まあ、京都駅まで乗るんですけどね、やってきました。はい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 、この緑色の電車は103系ですね。国鉄型通勤電車、もう4、50年前の電車ですよね。JR 西日本ね、まだね、こうやってね、古い車を大事に使ってる、ね、エコな会社なんて、こう、ちょっとね、半分、揶揄されたりもしてるんですが、京都駅着きました。はい、新幹線乗ります。はい、どこに行くんでしょう。へー、はい、乗る電車はこちらの光510号、東京駅やってきました。 N700系やってきましたよ。ズン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 、かっこいいですね。あ、 N700系、 アドバンスですね。アドバンス、新型、最新型。はい、光東京駅。あれ ?8号車?あなたどこに乗り込んでんの？え？大丈夫？何？なんか芸能人とか見つけようとか思って、わざわざグリーン車から乗り込んでんじゃないの？え？見つかった？誰かいる？誰もいないね。うん。何？ 8 番の CD。おっと、もしかして、グリーン車に乗っちゃってますね。はい、というわけでグリーン車の旅始まります。今回ですね、グリーン車で東京に向かっています。はい、え、グリーン車って高いんじゃないのって思うんですが、この EXIC の早割を使ってですね、ちょっとお得にグリーン車利用しております。あのね、3日前までの早割が効いてね、普通車に乗るのと同じぐらいの料金でね、東京行けちゃうんですよ。まあ、ただし望みは無理なんでね。なので今回は光です。はい、このグリーン車ですね、僕の気に入ってるところが、まず一つ目、これ腰割りです。グリーン車のお客さんはね、乗ってすぐにね、アテンダントの人がね、おしぼりをね、どうぞどうぞってすごい笑顔で配ってくるんですね。このおしぼりが丈夫、破れないね、分厚いんですよ。すっごく分厚くて浮き応えもあってね。あー、顔拭いちゃったよ。親父、え、まさか、あー、そこまで拭いちゃった。あー、親父スマイル、ほっこりってね。まあ、この立派なおしぼりがまずもらえます。はい、このおしぼりはね、家に帰ってもね、洗って何回も使えたりします。はい、そしてグリーン車のいいところ、その2です。はい、僕はね、結構ね、これグリーン車に乗ったら絶対にね、もらうんですけども、はい、取り出しました。その正体はこれ、じゃーん、毛布でーす。毛布、はい、まあ、もちろんね、あれですよ、車内専用ですよ。ちゃんと書いてあるんですよね、車内専用です、持ち帰りはダメですよーって。持って帰る人いるのかな、ね、まあ、これね、こう毛布をね、こうやってね、バーンとかけて、これあったかいんですよね。まあ、冬なんかね、もちろん寒いんですけど、夏の冷房が結構大変。だからね、こうやってね、ガーンと、おっと、リクライニング倒そうとしたら、スマホが倒れちゃった。イヤホンつけてたからね、イヤホンに引っ張られちゃって、スマホ倒れちゃいましたね。はい、なので、イヤホンを外して、もう一回仕切り直しです。はい、画面を調整しながら、はい、再度あったかい毛布をかぶってね、ダーンリクライニング、後ろにも気をつけてよ。はい、ね、これでゆったり寝るだけです。はい、なんか眩しいな。はい、これでおやすみなさーいと、あれこれしてるうちにですね、もうね、終点の品川に近づいてきました。はい、
グリーン車はね、ほんとね、ゆったりとした空間ですごい落ち着けるんですよね。なんかまあ、お客さんが少ないっていうのもあって、まあ、隣の席もね、すごい自由に使えたりとかね、混んでる時は無理ですよ、もちろんね。まあ、空いてる時は多いので、ゆったり自分だけの空間をね、くつろげたりします。まあ、僕は結構仕事で新幹線使うので、ね、行った先で患者さんに施術をするわけなので、まあ、本当ね、移動時間っていうのは、まあ、休憩時間でもあるので、患者さんにね、ベストな治療が尽くせるようにゆっくり体を休めて、それでベストなコンディションで、仕事に臨めるようにっていう意味でね、グリーン車使ってるんですけどもね。まあ、でも本当ね、こう EXIC ね、サービス使えばね、こうやって安くでもね、使えるんでね、グリーン車に乗れちゃいます。はい、普通車と同じぐらいの料金でグリーン車にも乗れるっていうね、お得な早割りサービスなんかも利用してね、なんか、ゆったり空間皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。はい、って言ってるうちにね、もうね、ついちゃいますね。降りよ降りよ降りよ、おっとおっとっとっと自動ドアに阻まれかけました。はい、品川駅に到着です。はい、着きました。約2時間半の旅、はい、光515という駅に乗車いたしました。ね、2時間半の旅の音も光の音もお別れです。ね、裏話なんですけど、実はね、降りる時あれね、一旦戻って撮り直してるんですけど、ラッシャー板前さんがいたんですよ、竹志軍団ので、僕カメラ構えてたんで、なんかえらいそわそわされちゃって、で、なんか気まずくなったので一旦戻ってまた降り直したんでね。グリーン車乗ってると結構芸能人に遭遇したりしますよね。はい、というわけで新幹線グリーン車の旅いかがでしたでしょうか。またのご視聴お待ちしております。皆さんありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。他にも Facebook、Twitter、Instagram など皆様のフォローをお待ちしております。よろしくお願いします。